誰も乗ってないね。噂には聞いてたけど、これほどとは。東の終わりの町、ユースウェル炭鉱。なんか炭鉱っていうともう少し活気あるもんだと思ってたけど。何？炭鉱？どこから来たの？石は？宿は決まってる？あ、いや、ちょっと。親父、客だ。おう、人の話聞けよ。よく来たな。いや、誇りっぽくてすまねえな。炭鉱の給料は少ないんで、こっちと二足のわらじってわけよ。ところで、一泊二食二人分でいくら？あきいぞ。ご心配なく、結構持ってるから。20万。ぼったくりもいいとこじゃねえかよ。だから言ったろ、高いって。冗談じゃない、他当たる。逃がすか、金づる。諦めな、兄ちゃん。よそも同じ値段だよ。足りん。こうなったら錬金術でこの石ころを金塊に変えて。金の錬成は国家錬金法で禁止されてるでしょ。バレなきゃいいんだよ、バレなきゃ。兄さん、悪。親父、この兄ちゃん錬金術師だ。いや、嬉しいね。久しぶりの客が錬金術師とは。俺も前にちょいとかじっててな。まあ俺には才能がなかったんで研究はやめちまったが。そういや、名前聞いてなかったな。ああ、そうだっけ。エドワード・エルリック。錬金術師でエルリックって言ったら国家錬金術師の。まあ一応。出てけ。ほら、俺たちは客だぞ。けー、ペペペペ。軍の犬にくれてやる飯も寝床もないわい。まあまあ、やるしかねえ。てか、任せろ。させない。行くよ。はい。よっしゃ。行くよ。はい。覚悟しやがれ。逃がしたれ。何なんだよ一体。あ、僕は一般人です。国家なんたらじゃありません。
えらい嫌われようだね。ここを統括してる良き注意ってのが金の亡者でさ、もう最悪。今の鍵は金で買ったのさ、ヤサ。ここの権利も握ってやがって、俺たちの給料はスズメの涙。お上に文句言おうにも、奴ら良きと賄賂で繋がってるから握りつぶされ。そこに国家錬金術師と来たもんだ。錬金術師を大衆のためにあれ、術師の常識でありプライドだ。数々の特権と引き換えとはいえ、軍事国家に魂売るような奴、俺は許すことはできん。おや、相変わらず汚い店だな、ホーリング。ああ、これは注意殿、こんなむさ苦しいところへようこそ。このところ税金を滞納しておるようだな。お前のところに限らず、この町全体に言えることだが。すみませんね、どうにも稼ぎが少ないもんで。ふん、そのくせまだ酒をたしなむだけの生活の余裕はあるのか。ということは、給料をもう少し下げてもいいということか。このふざけんな！のガキ！子供だからとて容赦はせんぞ。の、どこの小僧だ。いや、注意さんが見えてるってんで挨拶しとこうかなーと。大総統紋章の銀時計だと。国家錬金術師。注意殿、何なんですかこのガキは。バカ者、国家錬金術師を知らんのか。大総統府直轄の機関だぞ。これはチャンスだ。ここで好印象を与えておけば、中央にコネを作れるかもしれん。部下が失礼いたしました。私、この町を治める良きと申します。さあさあ、こんな汚いところにおらずに。田舎町ですが、立派な宿泊施設もございますので。そんじゃお願いしますかね。ここの親父さん、ケチで止めてくれないって言うんで。いいか、貴様ら、税金はきっちり払ってもらうからな。また来るぞ。くわー、ムカつく。いいもの食べてますね。町はあんな状態なのに。いや、お恥ずかしい話ですが、税の徴収もままならず困っておりますよ。おまけに先ほどのような野蛮な住民も多く。納税の義務を怠っておきながら権利ばかり主張するというわけですね。おお、エドワード殿は話がわかるお方だ。この世の断りは全て錬金術の基本である等価交換で表すことができますからね。義務あっての権利でしょう。なるほどなるほど、うん、素晴らしい。ということはこれも世の断りとして受け取っていただけますかな。エドワード殿は国家錬金術師だけあって上の方に顔が利くと思われる気持ちですよ。私は一生こんな田舎の小役人で終わりたくはないのです。注意殿、ちょっと。例のホーリングの店ですが、毎晩のように集まって不平を騒ぎ立てているようです。ふん、前から何かと反抗的だったな。面倒だ。焼き払え。
昨日の夜、ヨキの部下がこの周りをうろついてたの俺見たぞ。畜生、汚ねえ真似しやがる。なあエド、あんた黄金を錬成できるほどの実力者なんだろう。パッと錬成して親父、街を救ってくれよ。ダメだ。そんな、いいじゃないか、減るもんじゃなし。錬金術の基本は等価交換。あんたらに金をくれてやる義理も義務も俺にはない。てめえ、てめえそれでも錬金術師か。錬金術師を大衆のためにあれか。ここで俺が金を出したとしてもどうせすぐ税金に持っていかれて終わりだ。そんなに困ってるならこの町出て違う職探せよ。小僧、お前にはわからんだろうがな、ここが俺たちの家で看護けよ。そうかもな。本当にあの人たちを放っておく気？ある。この母体はどれくらいあると思う？え、1トンか2トンくらいあるんじゃない？よし、今からちょいと法に触れることするけど、お前見て見ぬふりしろ。え？それって共犯者になれってこと？ダメか？ダメって言ったってやるんでしょ。ん？誰かいるのか？って見つかってるし、もう足止めしないと。任せろ。よっしゃ。ふん、面白いじゃねえか。行くぞ。大丈夫かな。なーに、バレなきゃいいんだよ、バレなきゃ。やれやれ、悪い兄を持つと苦労する。これは炭鉱の経営権を丸ごと売ってほしいんですけど。すげえ、全部本物？足りませんかね。めめめめっそうもない。
これだけあればこんな田舎におさらばして。それから、ああ、注意のことは上の方の知人にきちんと話を通しておいてあげましょう。でも金の錬成は違法なので、バレないように一応経営権は無償で穏便に譲渡したっていう念書を書いてもらえるとありがたいんですけど。どう、構いませんとも。では早速手続きを。親方が止めても俺はやるぞ。差し違えてでも良きの面に一発ぶち込んでやる。ダメだ、みんなを犯罪者にするわけにはいかん。はい、皆さんしけた顔並べてご機嫌うるわしゅう。何しに来たんだよ。あらら、ここの経営者に向かってその言い草はないんじゃないの。これは、はい、ここの採掘運営販売その他全商用ルートの権利書。なんでおめえがこんなもの持って。ああ、名義がエドワード・エルリックって書いてある。そう、すなわち今現在この炭鉱は俺のものってことだ。とは言ったものの、俺たちは旅から旅への根なし草、こんなものなんて邪魔になるだけで。俺たちに売りつけようってのか。いくらで。高いよ。何かを得ようとするならそれなりの代価を払ってもらわないとね。なんてったってこの権利書は高級羊皮紙に金の箔押し、さらに保管箱は翡翠を細かく砕いたものでさりげなくかつ豪華にデザインされてる。おっと、鍵は純銀製ときたもんだ。ま、素人目の見積もりだけど、これ全部ひっくるめて親方んとこで一泊二食二人分の料金ってのが妥当かな。え、確かに高えな。よっしゃ、勝った。やった。錬金術師殿、これは一体どういうことか。これはこれは注意殿、ちょうど今権利書をここの親方に売ったところで。何でしょう。いや、それよりもあなたにいただいた金塊が全部石黒になっておりましたぞ。金塊なんて知りません。権利書は無償で譲り受けたんですけどね。ほら、念書もありますし。な、この取引は無効だ。お前たち、権利書を取り返せ。力ずくで個人の資産を取り上げようなんていかんですな。うるさい、どうケーキ様ら、怪我したくなかったら。これって職権乱用ってやつか。俺でも食らいな。任せろ。させない。あれれれれ、どうだ、見たか。よく来たな。
はっ！行くよ、はい。撃つな。うわあ。行くぞ。行くよ、はい。兄さん、どうすればいい？行くぞ。とっておきのプレゼントだぜ。僕に任せて。うわぁ。あ、そうだ、注意。注意の無能っぷりは上の方にきちんと話を通しておきますんで。よっしゃ、酒持ってこい。酒、未成年に酒飲ますなよ親父。飲まねえと大きくなれんだ。エドは魂まで売っちゃいなかったよ。ちょっと兄さん。そうだね。